IO データ機器株式会社 IO データ機器 IO データ機器 IO データデバイスインクは石川県金沢市に本社を置く精密機器メーカー主にコンピュータの周辺機器を製造販売しているその創業時期は日本のパーソナルコンピュータの黎明期にもあたり周辺機器メーカーとしては老舗と言える1976年に創業者である 細野秋雄の自宅がー時にて創業。最初の仕事は福井県の繊維業者から発注されたオンライン食福工場管理システムであった。社名の IO データの IO とはそれぞれデータ入力の I 出力の O に由来し、入出力を IO と記述することから、社名の中黒ハイフンはスラッシュや省略という形で誤記されることが多い。コーポレートメッセージは、 進化する明日へ、コンティニューシンキングが掲げられている。一般には、シャープや NEC の8ビットパソコンに対応した外部記憶装置、周辺機器の開発などから注目を浴びるようになり、HDD や MO、CD RW、DVD、ラムドライブなどのストレージ機器や IDE、s c s i USB などのインターフェース部品、メモリーに比較的強い。また、 NEC の PC-9800 シリーズが市場から姿を消した後も長期にわたり対応機器を発売し続けたことでも知られる。PC メーカー各社の純正パーツの OEM、設計も行っている。かつてのマスコットは三角棒をかぶったマルチくんとメディアちゃん。店頭のデモンストレーションやカタログ、ローカル CM で姿を見ることができた。 マルチメディアという言葉がもてはやされていたマイクロソフトウィンドウズ3.1から95の頃に活躍していた。その後森井健次郎によって描かれる女子大学生の愛ちゃんと猫のオデッタを中心としたキャラクター群が公式キャラクターとなり製品の活用例や紹介が4コマ漫画やアニメーションとして掲載されていた。イオダタチャンネルで公開されている動画にも 動画などがあり、主にセリフは紛失詞で表記されていたが、音声入り動画では、オデッタを、原田瞳、愛ちゃんを、平田真奈が演じていた。1999年、平成11年には、釈由美子を起用した MP3 プレイヤーとして、ハイパーハイドの CM も放映されていた。2002年、平成14年以降、さらなる成長を目指しレック、レ e c o n レックポットなどのハードディスクレコーダーや液晶テレビ、地上デジタル放送対応チューナーなど家電分野への進出も積極的である。2010年、平成22年2月1日には同業のバッファローの親会社であるメルコホールディングス、デジオンと一般社団法人デジタルライフ推進協会を設立し、パソコン周辺機器メーカーの立場から家電屋への影響力強化を狙っている。 2013年からはスマートフォンを意識した製品が増え、PC 向け以外の製品の開発や販売が増えている。2013年、平成25年1月、経営環境悪化を理由に80名の希望退職を募集。同社としては初めてのことであり、その規模は全従業員数の約1 4に相当する。最終的に121名の削減が、 発表されている。2013年、平成25年6月、コーポレートロゴのリニューアルを発表。創業以来長らく使われてきた、青の長方形に、白抜きのオーデータと描かれたロゴに対し、新しいロゴでは、本とは丸くなり、文字色が、コン、ハイフンに該当する部分がひし形で紫になっている。ほか、コーポレートメッセージである、進化する明日へ、 コンティニューシンキングが掲げられ、実際のロゴでは、コーポレートメッセージの位置や有無は、レイアウトによって異なる。従来ロゴに対し、外枠を取り払い、丸みを帯びた事態には、顧客を含むすべての利害関係者との間に書き寝ない、身近な存在であり、既存の枠組みにとらわれることなく柔軟に、進化し続ける企業でありたいという表現。型になったとの間のシンボルは、 心をモチーフに、顧客のお客様の声に耳を傾け、それに応える、製品作り、を、アウトプットを行うための技術とアイデアを磨き続ける、創業精神を示している。2013年7月の会計年度より、順次切り替えは行われる。2015年、平成27年4月、ウェスタンデジタルとの日本国内における、 WD 社製の外付けハードディスク製品に関する販売代理店契約を締結。IO データ機器ブランドの外付け HDD では録画向けなど日本固有の需要に特化した市場へ訴求し WD ブランドの外付け HDD は Mac ユーザーに対して Mac 専用モデルの訴求や高機能な付属アプリケーションなどの付加価値を重視するユーザーに訴求していきたいとしている。 2017年、平成29年2月、インベストテクノロジー COLTD との代理店契約を締結。第1弾として、ラズベリーパイ及びそのオプション品など6商品の販売を2月中旬より開始する。2017年、平成29年9月26日、創業者で現代表取締役社長の細野明夫が代表取締役会長に、 常務取締役事業戦略本部本部長、県プロジェクト推進室室長の浜田直則が、代表取締役社長兼事業、戦略本部県プロジェクト推進室室長に就任。Windows の他に Mac 向け商品ラインナップを持つ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。